双子座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そしてノートもご購入してくださった皆さん、ありがとうございました。まだ届いてないよという方はすいません。もうすぐ、12月5日以降、また順次発送してもうすぐ届くと思いますので、少々お待ちください。そしてノートの使い方説明を12月23日ぐらいに YouTube ライブでしようかなと思っているので、まだ購入迷ってますという方はぜひお早めにご購入ください。では早速いきましょう。今回は12月の全体のタロットリーディングと星の補足をさせていただきます。はい、今回が、タロットリーディング今年最後ですね。次回のタロットリーディングは来年1月過ぎてからになります。ただ今年のクリスマスぐらいに来年の星からのメッセージのまた動画をアップしますので、楽しみにしててください。ではいきましょう。12月の双子座さんです。はい、じゃあ行きましょう。12月の双子座さん、はい、ソードの7、カップ5、ソードクイーン逆、ペンタクス2の逆、ペンタクス9ですね。おお、太陽です。その後はソード9ですね。うんうん。そして対策がソード5の逆とソード6と、オラクルはワンド10です。そうか、はい、うん。そうですね、何から言ったらいいのかな。 まずちょっとそうですね、自分でこれでいいのかなとか、いや、あの時ちょっとずるいことしちゃったなとか、なんか自分の欲を優先させちゃったなみたいな、そういったちょっとした後悔がある方はもう12月で流しちゃってください。そんな後悔は何ら影響しませんって感じがあって、現実世界ですよ。それ持ってるだけ不必要というかね、それなんかどうしようあんなことしちゃったしなみたいな、そういう縁起が担ぎの逆で、なんか自分がこんなことしちゃったから悪いことが起こるんじゃないかみたいな、そういったことっていうのは全くもって現実にならないので、余計な心配はしないでくださいっていうのがまず一つで、あとですね、全体的にで12月は忙しいとは思います。やることがたくさんあるのかなとは思います。自分でこなしたいことがたくさんある。でもそれはいいことでもあるので、これをじゃあやらないでくださいっていうふうに私は言わないですね。頑張ってやってくださいねみたいな、年内やりきってくださいねって感じがします。多分それは自分が抱えたくてやりたくてやってることだから、無理やりやらされていることではないので、こんなにたくさんのことができたじゃないか、無理してでもできたじゃないかっていう、その喜びを感じてほしいなって思います。そして今年1年を誇り高く終えてほしいなって感じがしますね。で、もしね、自分の気持ち的に何か乗らないなとか、ちょっと後ろ髪引かれるなみたいな、そういったちょっと精神的な迷いがあったとしても、でも人の気持ちも1日で何回も変わりますし、そんなにそれは気にしなくていいよということと、やっぱり12月入ってですね、チャンスがいきなり来るんですね。バーンって引き寄せるんですね。おそらく12月8日ぐらいだと思います。8日前後ね、8日前後の、満月なんですけど、この満月ってすごくその自分の気力とかバイタリティっていうのがぐっと上がって、なおかつこう人との関係性とか必要なものを引き寄せるよっていうのがものすごく強い時なんですね。強い衝動があるっていう感じです。でこれは例えば誰かと付き合いたいとか、誰かともっと仲良くなりたいとか、こういう仕事がしたいとかっていう、その自分の欲とかいい意味での情熱っていうのが高まる時でもありますし、実際に引き寄せられる時でもあるので、仕事や契約、人間関係においてこれはとてもプラスに生かせます、12月8日ぐらい。ただしエネルギーが強い時っていうのは、それだけ自分がしっかりとコントロールしておかないとブレますから、揺れますから、あっちでも言われてこっちでも言われてってこうなったりするので、今自分が両方をこなす力があるぐらいの感覚でドシッといてください。そうするとものすごいチャンスとしてこれは使えます。でおそらくすごい喜びがあると思います。もうここでね、
チャンス来るよっていうことと、やったーみたいな感じがあるので、これは非常に応援されています。いい感じだと思います。で、せっかくそのね、わーっていうエネルギーがある上で、でもまた余計なことを心配しそうなんですね。これは現実にならないです。一切。これはもうただ自分がそういうふうになんか無双してるだけって感じ。なので、あんまりね、こう自分の不安な気持ちにエネルギーを注がないようにしてくださいね。なんでこんなふうに、今こんなチャンスが来たっていうことは、自分にその、権利があるっていうか、自分にそれをこなす力があるから来てる話なんだと思って考えてみてください。もし自分にはちょっと身の丈に合わないチャンスかなともし思ったとしても、これ自分だからこそ来たことなんじゃないかなって思ったら、ちょっと判断しやすくなると思うんですね。で、対策として言われているのが、やっぱりね、ソードの5の逆っていうことで、なんか自分でいいんですかっていうような感じがあって、何に対してそんなに引け目を感じてるのかなっていう感じなんですよね。でもね、エネルギー的には、流れ的には、いや、ちゃんと進んでいけますよっていうふうに言われているので、変にこう謙遜したりして、チャンスを逃さないようにしてほしいなと思いました。でも、おそらくそれをなんか受け取るとか、それをやるってなったら、なんかすごいプレッシャーだったりするのかなと思いますが、これはとてもいい経験になりますから、やっちゃってください。12月20日以降ですね、木星がまた次の、みんなで作っていこうとか、仲間とか、そういったところに人間関係に光が当たってきますので、まあ、それまでは本当にふんだんに自分の仕事とか、自分の力っていうものを社会に試すっていう感覚でいいと思います。やっぱり生ぬるい感覚でいると成長しないですもんね。そんなに私いつも厳しいこと言ってるわけじゃないんですけど、そのやるときはやりましょうっていう感じがしました、このカードから。ギリギリまで行くことによって自分の振り幅も見えてくるし、こう、あ、ここまで行けるなみたいなのも見えてくるし、ただ12月に関しては双子座さんはチャンスドーンと来てますから、これはどこまで自分が受けれるか、やっぱりやってみるべきだと思うんですね。たとえ不安があっても。で、その不安っていうのは全然自分の頭の中だけで生きてるものですよって感じで言われているので、そんな消極的にならなくてもいいし、自分を卑下したりとか過小評価しなくていいんですよっていう感じがしました。ちょっと見てみます、補足で。そうですね、やっぱりね、最初にお伝えした、どこか、何がそんなに後ろ髪引かれてるのかなって。例えば自分がなんか昔ちょっとズルをしたとか、あんまり努力しなかったとか、そういったなんか自分の過去の行動を未だに自分でそれをなんか文句を言ってるっていうか、いまだにその昔の自分の行動を今の自分が批判してるっていう感じがあって、それはもうやめましょう、12月はもうやめましょうっていう感じです。で、なんかそれが呪縛のように、なんか思考にへばりついてるっていう感じがあってですね、せっかくチャンスとか、わあ嬉しいってなった時に、いつもそのなんかベタッとしたその呪縛にやられるっていう感じがあるので、本当の喜びを感じていいんですよっていうふうに言われてるんです。これがこれです。カップの8の逆っていうのは、本当の喜びを探しに行くよみたいな、それが手に入るんだよっていう、今までの価値は捨てていいよ、新しいものを取りに行こうよっていうふうにも言えるんですね。でも、そんなことしていいのかなっていう、なんかこう自分で自分の行動を制限してる感覚があるんですけど、いいんです、言ってください。なんか樽を知るとかありますよね。まあ、ここら辺で満足しときましょうよみたいなのってあると思うんですけど、この12月に関しては、双子座さんはそれはやめてほしいって感じですね。いや、とことん言ってくださいって感じがします。そんな現実に、納得してない現実を無理やり納得させるのはやめて、とことんやってみましょうよ、せっかくチャンスが来てるんだからみたいな感じです。で、とにかく自分の行動を、バイタリティとかやる気とかを下げてるのは、本当にもう自己ジャッジのみって感じですね。自分で自分のことすごいジャッジしてる。それだけです。現実的には何も妨害はないと思って過ごしてみてください。
これが今回の12月の締めのメッセージでした。すごい二子田さんだったらできると思います、はい、ということで何かしら参考になれば嬉しいです。最後にちょっとキーカードだけ引いてみますね。今年やっぱり仕事運あったからね、最後の最後にドーンってきましたね。はい、はい、ペンタクルのキングです。自分の誇りを思い出してくださいって、自分がこれまでやってきたことの中で自信がついたこととかできたこともたくさんあると思うんですね。自分がちょっとずるしたなとか、これはダメだったなって思うこともあったとしてもいいんです。それはその他で成し得たことだってたくさんあるわけですから、まあ、それを自分で認めて、この12月を頑張って過ごしてみてください。ということで今回はここまでにします。また次回、はい、クリスマス前後に何かしらでお会いしましょう。ということでありがとうございました。失礼します。